はいちょっとねあのー、<laughs> すいませんあのー、この動画ね別に撮らなくていいかなと思ったんですけどあのー、ちょっとあのー、なんかまあ何が言いたいかっていうとあのー、すごいなんかめちゃくちゃうん,んかうまく言葉にちょっとこういうの僕苦手なんで。 でできないんですけどインスタのね DM にすごい、まあ、まだね夢に向かって進んでる途中なんですけど初めてねこういう気持ちになったなと思ったことが今起きてこれ何かっていうとインスタの DM の方に今僕ね YouTube 毎日日本投稿してて結構体がねきつい状態だっていうのもね、まあ、ちょっとまあアピールみたいな感じで <laughs> 言ってるんですけどでねその多分どっかの動画で言ったと思うんだけどインスタのストーリーで毎朝ルーティーンで起きたらすぐ今日やることとか。 そういうい達成したことみたいなことを日記みたいな感じで書いててでそれに反応してくれる視聴者さんとかもあの結構いてフォローしてくれてる方とかだったりまあフォローしないでまあ僕のインスタはね見てる方とかもまあいると思うんですけどなんかそれを見て DM でね。本当になんか体に体気を使ってくれ たり本当に頑張ってくださいみたいいなことがメッセージを送られてきててきやーなんかあのー、今までも応援の DM とかコメントっていうのもめちゃくちゃ来ててきつい時に救われたりちょっとうまくいかないことがついたりした時にそういうコメントを見て応援してくれてる人のために頑張ろうとかそういう風な気持ちにさせられてることが結構あってめちゃくちゃ感謝しててでなんかそれをいちいち動画で言うのもちょっとこっぱずかしくて僕もねちょっとなんか強かったりするような タイプなんですよだからそういうなんか面と向かってというかありがとうございますとかありがとうとかいうのもそういうのが苦手なんでそういうちょっとなんかこっぱずかしいことが。だからまあ今まで言ってきて言ってこなかったんですけどなんかすっごい今日送られてきたのがその文章とかそういうのもすっごい あう嬉しくてでなんかなんて言うんだろうね精神的にも体力的にも追い込まれてるからとか毎日走行一日一本毎日走行してる時とはね格段に違うきつさの状況の中でそのメッセージが来たっていうのも多分そうだとは思うんですけどそれもねちょっと関係するかなと思うんですけどなんかちょっとメッセージ来て泣いちゃって僕なんかこれをね言うのもあれだと思うんですけどまあ YouTube は僕のね全てなんであの言おうと思うんですけど僕ねそれ来てちょっとなんかもう半泣きしちゃって男泣きしちゃって。 ちょっとでねそれそのね来た文章っていうのがまあちょっとそのね方にはあのその方にはねあの許可取ってないんだけどまあアカウント名は伏せてこんな感じで来たんですよその本当に体だけは大事にしてくださいっていうで僕はゆうとさん大ファンなんであのー、僕の生きがいですとゆうとさんの動画を見るのが僕の生きがいですとで最後にゆうと頑張れと来ててそうそれで見てちょっとなんか そう泣いちゃったんですねでこれそのあとにちょっと動画撮りたいなと思って別に撮らなくてもいいじゃないですかいちいち言っちゃうとそんなんみんなには関係ないことじゃないですかそんなんどうでもいいよってね止まる可能性もまああるとは思ったんですけどなんか改めて視聴者さんのいつも見てくれてるとかコメントしてくれてるとか応援メッセージしてくれるとかそういうねあのーまあ、大切さというかありがたさっていうのに改めてなんか気づかされた感じがして。そうだからちょっとね結構まあ自分勝 てな動画投稿だとと思うんですけどこれはちょっと動画投稿したくなっちゃったんで日頃の感謝もねちょっとこのタイミングで伝えたいなと思ってちょっとこれをね急遽撮ってますでこれはね今1日2本投稿してるんだけど関係ないですあのこの動画が上がってる日は3本動画上がるんでこれ以外に2本上がるんでそれはまあ関係ないんですけど本当に感謝して 知っててなんかうまく言葉に表せないんやけど本当にとにかくいつも見てくれてる方とかメッセージくれてる方とか最近僕のことを知ってくれてる方とかもいると思うんですけどすごい感謝しきれないっすねだって普通に考えたらさ素人上がりで芸能人の息子とかもともと有名だったわけでもないし高校でねサッカーがうまかったぐらいの人がいきなり YouTube やってまだ始めたばっかなんですけど結構な方に見てもらってて始めたばっかりにしてはそのさ方をさ一列に並べてみた時のことを僕想像してみた時あってとんでもない人数になるんだと思って。 そう思ったたに自分が努力してきたことなんだけどすごい皆さんに感謝したタイミングがあってまあそれもね日々さっきも言った通おり恥ずかしかったんで言ってこなかったんですけどありがとうとかそういうのをねなんか面と向かって言ってこなかったんですけどその DM が来て今の状況の中でその DM が来たっていうのでちょっと刺さってグッてきてねすごいなんか改めてそういえば俺時には自分勝手なこともあったけどなんかすごいありがとうございますそうですね もうちょっとねこれはなんか需要があるかねえかはわからないけど動画にしようっていうふうにちょっと思ったんですよ思っちゃったんですよ動画で伝えようって思っちゃったんですよねなんか気持ちが動かされてその時にメッセージ来てあこういう企画撮れるじゃんとかこういう動画ちょっとタイトル良さそうじゃねみたいな待って 全くそういうのじゃなくて自分も不思議でなんか心が勝手に動かされたんですね勝手に撮ろうっていうふうにもうカメラオンにしたんですよそうだからこれが本当のなんか感謝の気持ちなんだっていうふうに思ってうまくね言葉にできないんですけど僕もいつもね支えられていますなんでこのタイミングだよってね思うかもしれないんですけどちょっと僕の中でそういうメッセージが来てちょっとそう思っちゃったんでちょっとこの動画をねお届けしたいなって思いましたまあこれを見てね別にそのなんか俺のことを好きになれとか 好感度アップするわとかそういうのじゃなくて全くね全くそういうのじゃなくて心の底からあの改めて気持ちを伝えたいなって思ってまあその DM がきっかけでね思ったんでこの動画撮りました。ちょっとね僕も どう動画を閉めればいいかわかんないですけどまあそういうことがありましたということで動画の前半部分半泣きというかちょっと目が赤くなってたりとか目がね潤んでたりしてたかもしんないですけどそこはね見なかったことにしといてくださいこれからもねもっと視聴者さんにいい動画をね届けて時にはね視聴者さんとあの連携をとってこのチャンネルもねもっともっといろんな人に見てもらえるようにねして皆さんがね前からずっと見ててよかったっていう風にね言えるような YouTuber になりたいと思うんでこれからもぜひ僕のことをねあの見守ってくれたらなって思いますよろしくお願いします はいということでね、まあ、これはちょっとあの急遽動画撮ったんででもう本当にすぐ動画出しそうかなと思ったんでちょっとあんまり編集とかはしてないんですけど本当にねいつも DM とかねしてくれる方とかは僕結構あの覚えててコメントとかしてくれる方も覚えててまあその全部が全部あのなんか応援コメントでもないですしまあそういうのもあるんですけどやっぱり応援してくれてる方に向けて僕はやっぱり頑張らなきゃいけないというね。 ことも思っっったんでこれからもっとももととね頑張りますもしかしたらねあのー、チャンネルを成長させるためにとかそういうので人の名前を使ってとかそのちょっと炎上っぽいことをするようなこともあると思うんすよもしかしたらそれはねチャンネルのレベルアップのためにそうせざるを得ないこともあるあるなと思っててその時はねあ こいつまたこの手取ったかっていうちょっとまあ笑いながら鼻で笑いながらというかさ、まあ、そんな感じであこいつまたいろいろ試行錯誤しながら頑張ってんだなみたいな形で思ってくれれば嬉しいなって思いますはいなんでねまあこの動画をね、あのー、今一日2本投稿してるんですけどその2本には入らないんでまあ投稿時間もね多分めちゃくちゃだと思うんでこの動画をね撮ってすぐに上げるみたいな感じだったんで今日のねまあ21時22時にね1本目2本目あの出るんで、まあ、今日は3本投稿ということで、まあ、勝手にねこの動画を 撮ったんですけど、まああのー、本当に DM ね、本当にいつもあの応援ありがとうございます。そしてこれからも頑張ります。はいということで、あのー、ちょっとねそういう僕の中でそういう一個の DM からの動画撮りたいっていうふうになって、ちょっとねあんまり需要あるかわからんですけど、あのー、撮らさせてもらいました。はいということでじゃあ、あのー、次の動画はね今日の二十一時二十二時に。 また日本上がるんではい。そこでまたお会いしましょう。それではバイバイ。